ベセルはアメリカ合衆国、アラスカ州の西端部にある都市、ベイリング海に面している。アラスカ州最大の都市であるアンカレッジの西およそ5 5 0トルに位置する。2006年時点での町の推定人口は6356人で、規模としてはアラスカ州で9番目に大きく、自地軍の西部に位置するコミュニティとしては最大の町である。ベセルには、 アラスカ南東部で唯一の工地所がある。また、アラスカ州で一番後になって飲酒が認められた都市でもある。ベセルはもともとユピック族の村でモンターラーメイットと呼ばれていた。これは、燻製所の人々という意味で、近くに魚の燻製の製造所が存在したことに由来する。その後、1800年代後半にはアラスカコマーシャル社の公益所になり、 1880年の国勢調査時には41人が住んでいた。1885年には、ジョン・ヘンリー・キルブック・ジュニアのお告げの下、この地域にモラビア兄弟団の伝道書が建てられた。ユピック族は、キルブックの言う通りに行動し、キルブックは宣教師の重要性を知った。宣教団は、カスコクウイム側の西岸に、現在のベセルを建設して、 モンターラーメイットから引っ越し、1905年には合衆国の郵便局が設けられた。アラスカの先住民族は長い間、聖教会やカトリック、モラビア教大団といったキリスト教の影響を受けてきた。それゆえアラスカの多くの村では、キリスト教のしきたりと土着が複雑に合わさった文化が存在する。1997年2月19日にベッセルの高校で、 スクールシューティングが発生し、メディアを賑わせた。犯人は、当時、高校の生徒だったエヴァンラム勢で、校長と生徒一人を殺害し、他二人を負傷させた。彼には、金庫百198年の刑が言い渡された。ベセルは、北緯60度47分32秒、整形161度45分21秒に位置する。 アメリカ合衆国国政調査局によると、この都市は総面積126.4平方キロメートルである。このうち113.3平方キロメートルが陸地で、13.1平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち10.39%が水地域となっている。ベセル一帯は、 樹木のない平坦な地形になっているが、有根デルタ国立野生生物保護区に指定されている。この野生生物保護区は、合衆国の中で一番面積の広い野生生物保護区になっている。この地域の年間の平均降水量は410ミ、mm、リメートルだが、降雪量になると1300ミ、mm、リメートルもある。7月の平均最低気温は摂取9度で、平均最高気温は、 摂氏17度だが、過去には7月に最低気温が摂氏0度、最高気温が摂氏31度になった日もあった。また、1月の平均最低気温は摂氏17.2度で、平均最高気温は摂氏11.1度だが、過去には最低気温が低く氏44.4度、最高気温が摂氏9.4度になった日もあった。2000年の国勢調査によると、 ベッセルには5471人、1741世帯及び1190家族が暮らしている。人口密度は48.3平方キロメートルで17.6平方キロメートルの平均的な密度に1990件の住居が立っている。人種の構成は白人26.83%、アフリカン・アメリカン0.93%、 先住民61.78%、アジア系2.87%、太平洋諸島系0.16%、その他の人種0.51%、および本結6.91%で1.70%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。ベセルに住む1741世帯のうち44.1%は18歳未満の、 子供と暮らしており、42.6%は夫婦で生活している。15.2%は未婚の女性が接待種であり、33.7%は家族以外の住人と同居している。24.5%は独居で、全世帯の3.2%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は3.00人であり。 家庭の場合は3.65人である。住民は35.5%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.0%、25歳以上44歳以下が32.7%、45歳以上64歳以下が18.9%、及び65歳以上が3.9%にわたっている。 平均年齢は29歳である。女性100人ごとに対して男性は110.4人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は109.6人いる。世帯ごとの平均収入は57,321ベイドルであり、家族ごとでは62,431ベイドルである。男性の45,321ベイドルに対して、 女性は39,010ベイドルの平均的な収入がある。一人あたりの収入は22,267ベイドルである。人口の11.2%及び家族の10.6%は貧困性以下である。18歳未満人口の9.7%と64歳以上人口の18.3%は貧困性以下の生活を送っている。 ベセルへの交通手段は空路か水路に限られており、州の運営するベセル空港が地域の交通の中心になっている。ベセル空港にはアラスカ航空、グラント航空、ヘイジランド航空サービス、ユートエア、フロンティア航空サービスなどの7つの旅客事業者が参入している。その他5つの貨物事業者や多くの小さなエアタクシー事業者が空港を使用している。 その参入事業者の大さゆえ、ベセル空港は、アラスカ州の空港の中で3番目に、フライト数の多い空港になっている。空港の滑走路は、アスファルト舗装された6400フィートのものと、未舗装で1850フィートの2つがあり、現在は、改修や拡張に700万ドルをかけている。バセルでは他にも近くのハンガー湖、M マーカー湖、カスコクウイム側の3カ所に、 水上航空基地がある。地域にあるベゼル港は、同じカスコクウム川の河岸にある、ユーコンカスコクウムデルタの56の村のハブ港になっている。中規模の港としては合衆国で最も北にある。夏には、水分も地域の重要な交通手段となる。カスコクウム川の下半にある村へは、バセル港から出る橋家が物資を届けている。 ベッセルのおよそ 26km より内側には道路があるが他の道路網と接続しているわけではない。冬には川が凍結して道路になりいくつかの村を結ぶようになるが気温や降雪によって路面の状態が変化するので注意が必要である。ベッセルとベーリング海沿いのユーコン川デルタにある村との間を雪上車の道が通じている。 街にあるたった一つの舗装された道路は、ベッセルのタクシー業に従事する人々を支えている。ベッセルのタクシー運転手は少なくとも93人いて、合衆国のどの都市よりも人口あたりの比率が高い。ベッセルでは近年、農業が行われるようになった。最初は小さな有機農園から、始め、だんだんと地域の食料生産量は増えている。 アラスカマーケットプレイスが冬に行う競技会では、ベッセルの住民で作るマイヤーズの応援が有機野菜を出品している。バセルでは年に一度、カスコクウイム300という中距離の犬ぞりレースが行われる。このレースは1980年から毎年1月に開催され、昔、外界からこの地の移民に郵便物を届けた道で行われる。 そのうち4 8 0トルのレースで優勝したものには賞金10万ドルが贈られる。他にもこの地域ではスノーモービル、スキー、自転車、火薬、カリブー狩り、サーモン釣りなどが楽しめる。毎年3月にはカマイダンスフェスティバルがベセルで開催され、アラスカ州のみならず他の地方からも伝統的なダンスの踊り子たちが集まる。何百人という踊り子や古種。 カシュラが3日間の祭りの期間中ユピック族の伝承をもとにしたダンスを踊り明かすのである。イベントの資金はベッセルの芸術協会が出している。また、祭りの名前になっている構いとは、心から、こんにちはという意味である。ベッセルには、キューク TV というテレビ局と、キュークとか幾度の2つのラジオ局がある。また、デルタディスカバリーとツンドラドラムスの2つの週刊誌が、 観光されている。ありがとうございます。